Hey guys, welcome back to another episode of Yakuza 6. It's your boy Kyle Gaming, and you know how we do things around here. We have a whole bunch of sub-stories we need to get done this episode, so let's just get into it, shall we? First, なんだこれは。こんなとこにあったのか、道夫君の頭。まったくあのクソバイトめ、こんなとこに捨てやがって。おい、なんなんだこれは。ああ、すみません。なんかご迷惑かけたみたいで。これはですね、小野道夫君の着ぐるみの頭ですね。小野道夫君？はい、尾道の新マスコットとして売り出そうとしているゆるキャラになります。ゆるキャラ？あれ、ゆるキャラご存じない？いや、なんとなくこんな感じのゆるいキャラのことだろう。はい、最近は地域の活性化のためにこういうキャラを作って PR するところが多いんですよ。しかし困ったな、中身がいないんじゃな。中身？はい、実はこの道夫君の中に入る予定だったバイトが逃げ出しちゃったんですよ。ちょっと言葉遣いを説教しただけで、全く最近の若者ってのはたるんでますね。ほう。でも実はこの後イベントがあって、そこに道夫君を登場させないといけないんです。困ったな。Oh God. 中の人がいないと。I'm getting Tokyo Xanadu vibes. お前が入ればいいじゃねえか。いやいや、僕は取り仕切る側ですし、僕がいないとイベント自体が回らないんですよ。それに道夫君ってゆるキャラとしては結構でかくて、しかも重たいんですよね。だから背が高くてがたいのいい人じゃないと長時間のイベントは耐えられないんです。でもそんな背が高くて屈強そうで暇そうな男の人なんて今から簡単に見つかるわけ。Oh, no. 嫌な予感がする。いた。ちなみに俺は入らないぞ。いやいやいや、そこをなんとかお願いしますよ。道夫君の中に入れそうなでかくて今日で暇そうな人なんてもはやあなたくらいしかいない。お前失礼だな。お願いしますよ。ちゃんと相応のお礼は出させていただきますから。それにイベントを楽しみにしている子供たちがたくさんいるんです。彼らの笑顔をがっかり顔にするなんて嫌じゃないですか。だからお願いします。子供たちの笑顔を守ると思って。ゆるキャラの中に入りたくはないが、どうするか。 I'll help you out. 仕方ねえな。少しだけだぞ。ありがとうございます、道夫君。俺はまだ道夫じゃねえ、キリュウだ。キリュウさん、私はプロデューサーの弘中と申します。よろしくお願いしますね。全員は急げ。まずは小野道夫君の中に入りましょう。ではこちらへ。パーフェクト、ぴったりじゃないですか。なあ、やっぱりやめないか。何を言ってるんですか。こんなにサイズぴったりの人なかなかいませんよ。 It's too late now anyway.重いし暑いし息苦しいな。これは逃げ出したくなるのもわかる。まあそう言わずに、小野道夫君は尾道のシンボル、アイドル、象徴なのですから。だいたいこのヘンテコなキャラのどこが尾道を象徴してるんだ。見てわかりませんか。瀬戸内を代表する名産、八朔をモチーフにしたチャーミングなお顔、おしゃれなアクセントになっている
尾道の代表的食べ物尾道ラーメンの帽子。美味しい海産物がたくさん楽しめる町であることを伝えるお魚のポシェット、漁師の住む町であることを伝えるためのクールな長靴、そして尾道夫君の名字である ONO を大胆にプリントしたイケてる洋服、すべてがこの美しき町尾道を象徴している完全無欠のご当地ゆるキャラだと思いませんか？あまり思わないが。まあ大丈夫ですから、自信持ってください。かっこいいですよ桐生さん、いや道夫君。で俺は具体的に何をすればいいんだ？もうすぐ子供たちがやってくると思うので、まず最初はファンサービス、遊んであげてください。ただしくれぐれもキャラクター性を乱すようなことはしないでくださいね。キャラクター性？尾道夫君は尾道に住む漁師という設定です。なので基本的に海を愛する渋い男のキャラです。この顔でか。そして言葉遣いですが、基本的に挨拶にはミチーをつけてください。ミチー、こんにちはミチー、よろしくミチーというような感じです。では練習してみましょう。よろしくミチー、さん、はい、よろしくミチー。そうですそうです、本番はもっと元気よくお願いしますね。それと何か困ったことがあった時に使う口癖が設定されています。困った時はおうのと言ってください。練習しましょう。3、はい、おうのエクセレント。ちなみに英語のおうのとおのがかかってます。しゃれてるでしょ。どう考えても滑ってるだろう。そして最後にもう一つだけあります。まだあるのかよ。なんだそれは？決めポーズです。決めポーズ？おのみちお。こんな感じでお願いします。登場の時や締める時に使うことが多いですね。やりたくないぜ。まあまあそう言わず、子供たちの笑顔のためですから。行きますよ。3、はい、おのみちお。 What the fuck are you? 桐生さん完璧ですよ。間違いない、あなたこそがおのみちおです。嬉しくねえよ。もうそろそろ子供たちが来る時間だ。じゃあそんな感じでよろしくお願いしますね。他の設定は結構ガバガバなんで、なんとなくそれっぽくしてもらえれば OK です。丸投げもいいとこだな。どうなっても知らねえぞ。大丈夫、キリュウさんこそが尾道夫です。お、来た、よろしくお願いしますね。 It's the middle of the night。 尾道夫だ。すごい、This motherfucker sound older than me。 初めて見たよ、尾道夫くん。意外と人気あるじゃねえか。仕方ねえ、一肌脱ぐか。Introduce yourself passionately。 Yo, ガキども。俺こそが、チャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイ、オノトレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、オノ。ミチオだ。楽しみてえやつだけかかってこい。 You gonna beat them up? おお、かっこいい。すごいぞ。セリフ完璧だね。まあこんなもんだ。よし、今日は俺が遊んでやるからな。お前ら、ナイスとミーチー。よろしくミーチー。バーイ、よろしくミーチー。よろしくミーチー。やれやれ、ゆるキャラってのも大変なんだな。
Punk ass bitch, what the fuck? おりゃ! Bish bash, gish bash! おりゃ! Oh no! Oh no! Why? Itte kureta! Itte kureta! Oh no! Oh no! Narudo na. Kore o yuwasetai ga tame no maifuri datta wake ka. Asonde asonde, Michio-kun! Michio-kun! Soro soro main event, talk show no jikan desu yo! Talk show?そうです、そうです。ここからが本番。こっちに来てください。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。元気がいいですね。本日は、尾道夫君トークショーにご来場いただき、ありがとうございます。わー！こんなトークショーまであるなんて聞いてねえぞ。あれれ、言わなかったでしたっけ。いやいや、でも盛り上がってますね。どうすんだよ、尾道夫がどんな趣味嗜好かなんて俺知らねえぞ。大丈夫です、結構設定はガバガバですから、それっぽければいいのでお任せします。じゃあ僕は行きますんで、トークショー楽しみにしてます。くそ、後で覚えてろよ。それではご紹介しましょう。我が町のヒーロー、小野みちおくんです。みちおくん、よろしくみち。さあ、今日は皆さんからみちおくんにいろんな質問をしてもらえればと思います。じゃあ質問したい人いるかな？はい、はいはいはい、はい、じゃあそこの君、何でも聞いていい？ This motherfucker is like 可能な範囲で答えよう。みちおくんは好きな食べ物は何ですか？ 40 fucking years old, dude. みちおくんが好きな食べ物聞いてみたいですね。どうですか、みちおくん、好きな食べ物か。Sexy women. Onomichi ramen michi. Onomichi ramen da michi. Ah, yappari so nan da. Boku mo Onomichi ramen daisuki. Yokatta ne. Sa, tsugi ni shitsumon shitai hito iru kana? Hai! 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 Ja, soko no onna no ko. Ano, atashi shourai みちおくんのお嫁さんになりたいんですけど。ヒュー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 。みちおくんは彼女とかいるんですか？そう、女の子からの大胆告白ですね。みちおくん、どうなのかな？付き合ってる女か。困ったな。どうするか。Oh no! Oh no!とこでガキを集めてギャーギャーやりやがってよ。この辺は俺らの遊び場なんだよ。誰の許可取ってやってんだよ。How sad do you have to be? あいつら怖いよ。子供たちが怖がってるじゃないですか。やめてください。クソガキどもが。もっと怖くしてやろうか。ああ、助けて。おい、あ、なんだお前、ダッセーキャラだな。頭にラーメンつけてんのか。意味わかんねえ、流行んねえよそれ。俺もそれはそう思う。だがな、
ガキ泣かせて生きがってるてめえらよりはダサかねえ。あん？なんだと？やんのか、ゆるキャラがよ。俺はゆるキャラだがな、てめえら見逃せるほどゆるかねえんだよ。面白い。おいお前ら、このゆるキャラぶっ殺すぞ。 Remember this night? It's the night you got fucked up by an orange head。Punch the shit out you, bum bitch! Get the fuck up! なんでこんなゆるキャラが強えんだよ。 Do the pose。 ありえねえだろ。運が悪かったんだよ。お前らは今度ガキを泣かせるようなことをしたら命はないと思うんだな。分かったらさっさと消えやがれ。すみませんでした。情けねえ連中だ。ああ、いや、その尾道は喧嘩が得意でな。かっこいい。すごい。え？超かっこよかったよ、みちおくん。すげえ、かっこいいよ、強い、みちおくん。守ってくれてありがとう、みちおくん。かっこいい。そうか。ありがとうございました。本当にかっこよかったです。みちおくんはもはやゆるキャラじゃない。私たちを守ってくれるヒーローです。そんな大したもんじゃねえよ。俺は所詮何の変哲もないただのゆるキャラだ。みんな、みちおくんにお礼を言いましょう。さん、はい。ありがとう、みち。どういたしまして、みち。じゃあ最後、みちおくん締めてください。しょうがねえな。よし、行くぞ。チャーミングなハッサクフェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたなうい尾のトレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、尾のミシオだ。みちおくん、最高。 Who you call a psycho? いやー、本当にありがとうございました。おかげさまでイベントは大成功でした。まったく、一時はどうなることかと思ったぜ。結果素が出ちまったが、あんな感じで大丈夫なのか。はい、逆に桐生さんの素の部分が融合して道夫君のキャラクター性が高まった気がします。実はさっきのイベントネットでも配信してたんですけど、すごいアクセス数なんです。こりゃ道夫君絶対人気出ますよ。おお、それよかったな。はい、これは今回のお礼です。受け取ってください。まあ人生に一度くらいはこういう経験も悪くないかもな。これから忙しくなりそうだぞ。じゃあ桐生さん、またよろしくお願いしますね。それでは。ああ、
またな。ん？また？All right, on to the next one, baby. So if you recall in the previous video, I told you to get a couple of items, or I recommended them. And this right here would be why. Hold on, there's a Troubler mission? Whoa, what's this? Where? Oh, okay, right there? Listen, hold on, we can help this guy. I think I have the required item here as well. It was a cat, I heard a cat. Yo, dude, what's up? You good? I got you. Hold on. 5 minutes? I got you. I have one. Boom! No worries. There you go. Get some nice little experience right there. Took 2 seconds. We did it. What's up? Am I good? Have I? That's kind of confusing, that UI. But listen, man. I told you to pick up a couple of items that you could only get in Tokyo, and this right here would be why. You remember this guy? Sorry, kitty? Doreka. Tonkatsu bento. I got you, homie. Ora yo. Onozomi no tonkatsu bento da. いやはや助かった。私としたことが危機管理が甘かったようだな。それにしても見知らぬ人間を救う君の優しさと心意気、尊敬に値するな。君、名前は？キリュウだ。キリュウ君か。私は最後、危機管理のプロフェッショナルとして活動している身だ。危機管理のプロ？うん。君は最近の日本に迫っている危機と聞いて何を連想する？日本に迫ってる危機、わからんな。何なんだそれは。言ってしまえば平和ボケだ。今の日本人は平和の上にあぐらをかいている。私は中東を中心に傭兵として戦ってきた。多くの敵と味方が死んでいく姿を見てきたんだ。そんな私から見れば、今の日本人は誰も彼も皆無警戒すぎる。危機意識が足りなさすぎるのだ。ほうだから私はそんな隙だらけの日本人に危機管理を学ばせる活動をし続けているのだ。で、その危機管理のプロがなんでこんなところで生き倒れてたんだ？まあ簡単に言ってしまうと貧血だな。実は私はより大きな危機に対応できるように最強の護身術を完成させるための旅に出たのだ。最強の護身術？うん。私は世界各国を回り、さまざまな格闘技を体に叩き込み、最強の護身術を仕上げていった。だがその途中で金が底をついてな、志半ばにして泣く泣く日本に帰ってきたのだ。管理のプロならもう少し計画的に動けよな。しかし途中で戻ってきてしまったせいで、私の最強の護身術はまだ完成できていない。かといって世界にまた出向く金もない。どうすればいいか正直悩んでいるのだ。よくわからんが、海外に行けないなら近場で済ませるしかないんじゃないか。近場で済ますか。さすが桐生君、まさにその通りだな。金がない私としてはこの尾道近辺で私の護身術完成に付き合ってくれる人間を探すしかない。まあそんな奴いるかわからんだな。 I wonder that too, Kiryu. そうかね。いないかね。俺はやらないぜ。まあそう水臭いことを言うな。君は日本の未来が心配じゃないのか。
私の護身術が完成するということは多くの人々を危険から守ることにもつながるんだぞ。素晴らしい人助けだと思うんかね。別に思わん。こんなの分からずやめ。カモン。ならば無理やりにでも付き合わせるのみ。何？おいおい待てよ。甘いぞキリュウ君。Really wanna do this? Alright, let's get it, Psycho. Whoa, 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 whoa! What the fuck you think you're doing, bitch? That was smooth. なんて強さだ。すごいな、キリュウ君。世界各国を回ってきたが、こんな相手はそうそういなかったぞ。これは最高の相方を見つけられたな。相方？まさかお前また付き合わせる気じゃないだろうな。よくわかってるじゃないか桐生君。その通りだよ。君と戦っていると自分に足りない動きをいろいろと深く学ぶことができそうだ。今後も私と戦って私の護身術完成に協力してもらいたい。だが嫌だと言っても私は諦めないぞ。それどころか協力してくれないとストーキングとかしちゃうかもしれんぞ。それでもいいのかね。それは嫌だな。たくしかたねえな。わかったよ。暇な時にでも相手になってやるよ。いい心がけだ。君の決断が危機管理業界の未来を光で照らすだろう。では今日はこれにて、また近々手合わせ願うとしよう。それではさらばだ。また変なことに巻き込まれちまったな。だがあいつも一応危機管理のプロらしいからな。俺も学べるところは奴から学ぶとしよう。犬の糞を踏んでしまった。What's the kitty? Oh no. Could have sworn it was right here. Alright, on to the next sub story. Which should be right around here. Mia-san.あんた騙されてんだよ。そんなん違うんよ。何も心配ないよ。ほんまに大丈夫。それが連中の手なんだよ。ミエさん、私は知ってるんだ。あいつらは無難町ヘペトナス教なんだよ。無難町ヘペ？何を話してんだ。無難町ヘペトナスの人はみんな親切じゃけん、教団に来てみりゃわかる。あんたもフレンドになったらええ。奴らの目的は金なんだ。お伏せしろと言われたんだろ。そうすれば救われるって。お伏せと違うわ。伏せりんちょ言うんじゃ。そんなのはどうでもいい。とにかくもうあいつらんとこには行っちゃダメだよ。ひっ。じいさん乱暴はよせ。乱暴？いやそのつい向きになってしまって。もう構わんで。あんたは信心がないけすぐ頭に血が昇るんよ。はあ、ミエさん。あんたも少し荒っぽかったが、どうも訳ありみたいだな。あなたは？別に怪しいもんじゃない。少し前にこの町へ来たばかりだが、キリュウだ。キリュウさんですか。もしよかったら話を聞いてくれませんか。少し長くなりますが。Let's do it。ああ聞こう。それにしても随分疲れてるようだな、じいさん。全部無難町ヘペドナスのせいです。その無難町ってのは何なんだ。昔いろいろ問題を起こしてたインチキ宗教ですよ。最近都会を避けてこの辺に流れてきました。
特に身寄りのない老人を狙っては信者にしてるんです。もちろん目当てはその懐ですよ。あんたとやり合ってたばあさんはそのインチキ宗教に捕まっちまったってわけか。彼女はミエさんと言います。私は最近この土地に移ってきたよそ者ですが、その時から親切にしてくれました。ミエさんと話してると年がいもなく青春時代を思い出すような。なのに彼女があんなインチキに引っかかってしまうなんて。その宗教がインチキだってのは間違いないのか。間違いないです。それは信者たちの信仰心を競わせながら洗脳するんです。そしてお布施といって財産を残らず寄付させる。なるほどな。ミエさんは長いこと介護してた旦那さんに先立たれて弱っているところを連中に突き込まれたんです。私がいくら言っても聞きません。他にも近所で何人も信者になっているんで安心して信じてしまっているんです。私はせめて彼女だけでも騙される前に救ってあげたいんだ。警察には行ったのか。行ってはみましたが取り合ってくれません。警察が動くのは何か事件らしいことが起きてからでしょう。それでは遅すぎるというのに。会ったばかりのあなたにこんなお願いしていいものか。ん？私と一緒に無難町ヘペトナス教に行ってもらえないでしょうか。信者になりたいといえばきっと潜り込めます。私みたいな年寄り一人じゃ何もできません。でもこのままじゃミエさんが。いざとなったら強引にでも連れ出さないと。 Let's do it。 分かった、行こう。ほっとけばあんた一人でも教団に乗り込んじまいそうだしな。ありがとう、キリュウさん。それで教団の場所ってのはどこなんだ。線路の近くにあるビルです。そばで若い女の子がビラ配ってますから行けばすぐ分かります。ならもう行くか。ええ、ただ二人一緒より一人ずつの方が連中も勧誘しやすいはずです。別々に行きましょう。そういうもんか。多分寂しそうな人間の方が連中からしてみたら突き込みやすいかと。私が先に潜り込んでミエさんを探します。キリュウさんも後からお願いします。ああ、分かった。それじゃ。Let's see where they're at. Right there? Alright, let's get it.怪しいな。お前何をしているんだ。
時間食っちまった。こんなことはもうやめておけ。許して。Alright, let's see what we got. この世の中にも救いはあります。世界は暗黒ではありません。 Those girls are handing out flyers. This must be the cult's HQ. ちょっといいか。何でしょう。私たちでお力になれますか。 If I'm going to rescue Mia-san, I need to act like I want in on this cult. Let's do this. 俺はその悩める子羊なんだが。よくわかります。この属性では誰もがそうなのです。あなたは決して一人じゃありません。ここに来れば救われると聞いてきた。だから俺は I want to join the order of Munancho Hept Onast. Munancho Hept Onast 教に入りたいんだ。まあ、あなたもムナンチョヘペトナスの神を。素晴らしいことです。ようやく光にたどり着きましたね。ああ、長い道のりだった。俺は何度もくじけそうになりながらここまで来たんだ。もう安心ですよ。扉は開かれました。さあ、どうぞこちらへ。どうぞこちらへ。ちょうどもう一人、あなたと同じように今日私どもの門を叩いたフレンドがいます。ん？よろしくお願いします。 The old man, I guess he didn't have any trouble getting in. こちらは私どもの説明を熱心に聞いてくれましてね。早くも教団に溶け込んでいらっしゃるんですねえ、鈴木さん。いえ、それほどのことではありませんが、お褒めいただいてどうも。ヘペトナス。ん？なんだ今のは。は？いや、今急にヘペトナスって。ヘペトナスは我が教団の言葉です。ありがとうという意味が込められています。そうか。さあ、あなたも人に物を教わったら感謝の言葉を。どうもヘペトナス。よかったら彼は私が案内しましょう。同じ日にムナンチョヘペトナスの身元に来たのもきっと何かのご縁でしょうから。それはいい考えですね。じゃあお願いします。私は奥で未熟なフレンドたちにシュレピッピの指導を。シュレピッピ。この教団独自の言葉ですよ、キリュウさん。修練という意味です。それを奥でやってるわけか。多分ミエさんもその中に。こいつは。これがシュレピッピ。こうやって彼らは精神を集中してクリパスを貯めているんですよ。クリパス。わかりやすく言えば徳とでも言いましょうか。クリパスを貯めてムナンチョヘペトナスの神に近づくことがフレンドたちの唯一の望みです。そうか。
ご説明どうも。ヘペタナス、鈴木さんはとても飲み込みが早い。本当に今日が初めてのムナンチョヘペトナスですか？とても信じられません。あなたにはチョモゴメスの必要もないでしょうね。チョモゴメスは何だ？わかりませんか、キリュウさん。それが洗脳を意味する言葉ですよ。何だと？彼らは再教育と言いますが、実態は紛れもない洗脳です。少しでも信者がムナンチョヘペトナスに疑いを持つような素振りを見せると、何日も監禁されてチョモゴメスされるんです。思ってた以上に立ちが悪いな、この教団は。その通りです。ところであんた、えらくすんなりこの教団に馴染んだな。え？ここの言葉も使いこなしているし、即席の信者にしちゃ随分板についている。不自然なくらいだ。いや、それはミエさんを救いたい一心ですから、私も必死ですよ。うん？さあ、それより私たちもシレピッピに参加しないと。何？俺たちもこれを？やらないとかえって目立ってしまう。さあ、早く。くそ、参ったな。なあ、じいさん、肝心のミエばあさんはいたか？いえ、それが教祖にかなりのお世話を渡すと言っていましたから、その前に体を清めているんでしょう。この建物の中にはいるんだな。もう少し信者のふりをして様子を見るしかありません。ですが急がないと彼女がお世話を渡してしまう。皆さん注目してください。日々シュレピッピを行っている皆さんのために教祖様が激励にいらしてくれます。我らが教祖ムナンチョ赤松様がお見えです。あのごついのが教祖なんか？ここの教祖は代替わりするんです。数年前にあの赤松という男が教祖になったようで。皆さん、ムナンチョ。キリュウさん、あなたも早く。ここの挨拶なんです。ムナンチョ。あー、ムナンチョ、大変よろしいです。プラス2点。グッド、結構です。我らが神ムナンチョヘペトナスもお喜びになっています。ご存知のように皆さんのシュレピッピは伏せ臨著することでより純度の高いクリパースを貯められます。例えば今日はこれからフレンドのミエさんが100伏せ臨著を捧げますが。100伏せ臨著。皆さんも負けてはいられませんね。ミエさんは素晴らしいフレンドだ。なんて信心深いの。教祖様、私も明日必ず100伏せ臨著。どういうことだ？伏せ臨著はお伏せのことです。1伏せ臨著は10万円。ってことはミエばさ、1000万円を教団に渡す気ってことか？彼女がそんなに持っているわけがありません。多分家族の金まで持ち出してるんですよ。早く止めてやらないと。それでは皆さん、引き続きシュレピッピに励んでください。どうする、じいさん、あの競争を追えばミエばあさんもいるんじゃないのか？なら行くしかねえな。どちらへ行かれると？その私たちは今日入信したばかりで、教祖様にご挨拶したいのですが。ではそれ相応の伏せ臨著はお持ちかな？そのことで教祖様にご相談したいのです。伏せ臨著のこと？私は貧しい年寄りです。それで伏せ臨著のために町金へ行こうかと。しかし他人の金を借りての伏せ臨著をムナンチョヘペトナスの神はお許しくださるのでしょうか？もちろんお許しになられますよ。素晴らしい信仰心の持ち主ですね、あなたは。私は感激しました。よかった。ですが町金へ行くのはやはり恐ろしくて、直接教祖様から背中を押していただきたいのです。The old man lies through his teeth like it's nothing. わかりました。ではご案内しましょう。
あなたなら間違いない。ですが、あなたはどうでしょう。ムランチョヘペトナスの熱心な信者となったか、いくつか質問させていただけますか。Go on, bitch. 教祖様に粗相があっては困りますからね。まあご安心を。熱心に我が教団の話を聞いていれば簡単に答えられます。いいだろう、何でも聞いてくれ。では第一問目は、初歩の初歩です。ムランチョヘペトナス教でありがとうを意味する言葉は、ドルチェウホヘペトナス。ヘペトナスだ。素晴らしい、正解です。よく集中されていたようですね。この程度のことなら楽勝だ。いくらでもテストしてくれ。それでは続いて2問目、シュレピッピを積むことでたまる徳のことをこの教団では何と言いますか。クリパース。クリパースだ。正解です。なるほど、よく勉強されていますね。筋がいいですよ、あなた。ああ、真面目にシュレピッピしたおかげでな。それでは引き続き3問目、我らがムナンチョヘペトナス教の教祖様のお名前をフルネームでお願いします。モナンアカマツ。ムナンチョアカマツだ。お見事です。いや、しかし簡単すぎましたかな。教祖の名前を間違えるほど俺も抜けちゃいない。ムナンチョアカマツ様は教団の開祖である。ムナンチョ鈴木の法力を受け継ぎました。ムナンチョ鈴木。残念ながら開祖はムナンチョヘペトナスの信仰を恐れた国家権力に弾圧されてしまったんです。インチキだ、詐欺だと濡れ衣を着せられましてね。ですが今はムナンチョ赤松様のおかげで我が教団は未来永劫安泰です。ご安心を。さて、それではいよいよ最後の質問です。チョモゴメスの意味をお尋ねしましょう。お答えいただけますか。Education. 再教育だ。正解です。これも簡単な問題でしたね。以上でテストは終了です。いや、恐れ入りました。入信初日にしてムナンチョヘペトナス教への深い理解が伝わってきました。素晴らしかったですよ、キリュウさん。他のフレンドたちのいい手本になります。テストは合格です。まあざっとこんなもんだ。お二人ともご希望通り教祖様にお引き合わせしましょう。どうぞこちらへ。ミヤさん should be in the back with the guru. I hope she hasn't given her tetherins yet. 教祖様、失礼します。何かな。 I beat the dog shit out of you. 入信したフレンドがぜひ教祖様にお会いしたいと。二人とも大変素晴らしい逸材ですよ。ぜひ教祖様の祝福をお与えくださいませ。そうですか、よく来ましたね、フレンドたち。祝福としてこれを差し上げましょう。Cheers. 祝福にしちゃ俗っぽいんだな。教祖様、ミエさんのみそぎが済みました。百伏せ林長の祝福をお授けくださいませ。よろしい。これから大事な儀式なので、あなた方はシュレピッピへお戻りなさい。ミエさん。え、鈴木さん、あんたなんで。さあ、もうあなた方はお下がりください。ミエさん、騙されてるんだよあんた。ここはインチキ宗教なんだ。お伏せなんてやめてくれ。お黙りなさい。鈴木さん、あんたなんちゅう罰当たりなこと。ほれ、教祖様に謝って。いや、あなた方は何か勘違いされているようだ。確かに私たちをインチキというものも俗世には数多くいます。しかしそうした偏見をも跳ねのける信仰心、それこそがムナンチョヘペトナスの神が愛する人間の素質だ。我々を疑うのは勝手ですが、無垢なるフレンドの信仰を邪魔すれば必ず神罰が下りますよ。なるほど、お前もすっかり一橋のペテン師になったな、赤松。何？じいさん、お前はムナンチョヘペトナスのかつての金庫番だ。
海祖の無難著鈴木が詐欺で逮捕された後、警察からも隠し通した金で教団を乗っ取った。誰だお前は。歳を取ったとはいえこの顔を見忘れるとは寂しいね。まさか私はかつて無難著鈴木と名乗っていたものだよ。無難著鈴木、あんたが。なんだと。なんであんたがここに。桐生さんも三枝さんも隠しててすみませんでした。でもこれが私の正体なんです。無難著ヘペトナスなんて神はいない。それは私が大昔にでっち上げた嘘だ。どんなに祈ったところでどこにも届きはしない。だからな三枝さん、亡くなった旦那さんが今のあんたを見たらかえって成仏なんかできないよ。それでもまだ1000万なんて大金を伏せりんちょしますか。まったく笑わせるな。あの無難著鈴木が何を土地狂った。あんたほどのペテン師が見損なったよ。少し無所に行ったぐらいで正義に目覚めたか。そんなんじゃない。私はこれ以上罪を重ねたくないだけだよ。裏切り者が。ドアを閉めろ。誰もここに近づけるな。はい。教祖様、何をする気ですか。じいさんばあさんは奥に下がってろ。面白い見せ物になるぜ。無難著ヘペトナスに疑いを持つ者は何人たりともチョモゴメス。I'll show you Chomo Gomez, bitch. Okay. Stop 教祖様がお怪我をされています。皆さん回復の儀式を。バカ、そんなんで治るか。昔こんな光景を見たことがあります。私もね、今の彼と全く同じだったんですよ。拝むな、救急車を呼んでくれ。Do you remember who put you in that position, bitch? ミエさんはもう大丈夫です。他の信者たちも彼女から話を聞いて教団を脱会し始めているようで、あなたのおかげです。桐生さん、本当にありがとうございました。これは心ばかりのお礼です。おお、一つ聞くが、あんたは自分が昔作った教団を潰すためにわざわざこの町まで追ってきたってことなのか。実を言うとそうじゃありません。私はまた無難著ヘペトナスの教祖として帰り咲こうと思ってたんですよ。何？刑務所を出た私が他に頼れるものはありませんでした。開祖として教団に戻ればそこには居場所があります。ただ私の誤算は教団へ行く前に三枝さんと出会ってしまったこと、そして彼女を好きになってしまったことでした。ミエばあさんは今あんたに何と言ってる。口も聞いてくれませんよ。当然です。私も昔は彼女のような人たちを何人も騙して彼らの人生を破滅させたんですから。これからも罪を背負って生きていきますよ。私は犯した罪は一生消えないってことか。ですが私は罪を償うための第一歩を踏み出すことができました。三枝さんとあなたのおかげでね、桐生さん。
もし神様ってのが本当にいるとしたら、犯した罪とまっすぐ向き合う人間を悪いようにはしねえはずだ。Alright, sweet. So, there are a couple more sub-stories we can do, but I think I'm gonna save these until next episode. This feels like a pretty suitable time to call it an episode. So, next episode, we'll wrap up all the other sub-stories that we can do currently, and after that, we'll finally go to the bar and help Homeboy. Until next time, this has been your boy, Kyogre Gaming. I'm out of here. Love y'all and do. See ya.